その結局私もこれ大好きな言葉なんですけど、やっぱり全部 100% 自分の責任であると。あの、私たちはどうしてもですね、受け入れがたいことは人のせいにする、環境のせいにする、時代のせいにする、ね、相手のせいにするってやっちゃうんですけども、全部むしろ自分をやるべきことを他の、例えば未熟な表現の人を通して教えてくれていたりとか、何かね、あの嫌な事件を通して教えてくれていたりとか、いろんなことをね教えてくれてるだけなので、まさにそういう捉え方、その仕組み、それが 100% その瞬間瞬間受け入れられる自分になるかどうかはこれ別なんですよ。そうじゃなくて、そういう一つの物事の捉え方、フレームというのを手に入れたことがものすごく大事なんです。で、だから私もありますよ、未だにカッとあれがあったからなって。でもそれをその次の瞬間、この辺から見えるんですよね。あ、そういうふうに言ってる俺がいるなみたいな。でそうするとそこからさまざまなことを学べますよね。だからその客観視点というのはすごく大事です。で、内イコール外であるって、これぜひ皆さん覚えておいていただきたいんですね。内側、つまり自分イコール外界、外側である。これはその行為そのものが映ってるというよりも、自分の中にあるその外側に対してそれが反応してしまう内側が外に映ってるということです。内イコール外で、いや俺は あんな行為しないよって外を見て思っちゃうかもしれませんけど、そういうことを言ってるんではなくて、外にあることによって、でも反応してることは間違いないです。だからこういう出来事があることによって反応する自分自身の、その反応が自分の何かを教えてくれてるわけですよね。だから全部、逆に言うと反応するものがなくなったら、もう隣の人が怒ってても、あ、こういうものを見て怒る人がいるんだなぐらいにしか捉えられない。でもこういうことがあることによっていろんなこういう貢献があるよねっていうことで、その結局完璧しか見えなくなってくるんですね。愛しか、世界には愛しか見えなくなってくるんです。反応するものがなくなる。じゃあ私が今反応するもの全くなくなっちゃってるかって、そうじゃなくて、反応するものなくなったら多分ですね、役割のステージ変換、もしかしたら肉体がないかもしれないです。肉体がある以上は必ずそういう変、反応があると思ってください。それが正常です。ただそれをどう、自分の課題として受け止めていくのか、そして自分の役割や仕事に生かしていくのかっていうのがすごく大事なんですよね。